1年生のみんな、こんにちは。今日も一緒に国語の学習を頑張りましょう。今日も学習の途中で動画を止めてやってみましょう。このカードだったら動画を止めてみんなもやってみましょう。これから使うものは教科書と鉛筆、消しゴムです。準備をしましょう。では教科書の16ページを開きましょう。さあ、絵が出てきましたね。何をしているところでしょう。そうです、名前を書いた紙を渡しています。自己紹介をしているんですね。先生も作ってみました。1年岐阜太郎。こんな風にみんなも自己紹介のカードが書けるといいですね。今日はこんなカードが作れるように丁寧に字を書くことを頑張ります。今日の目当ては1年と名前を丁寧に書こうです。みんなも言ってみましょう。3、はい。1年と名前を丁寧に書こう。ではまずおさらいからしたいと思います。教科書の14ページ、15ページを開きましょう。まずは鉛筆の持ち方をおさらいします。鉛筆つまんで持ち上げてスーッと倒して、中指、枕、きちんと上手に持ったかな。さあ、鉛筆しっかり持てましたか。今度は字を書くときの姿勢を確かめます。足はぺったん、背中はピン、お腹と背中にグー一つ、髪を押さえて、さあ書こう。綺麗な字は綺麗な姿勢から、正しい鉛筆の持ち方、正しい姿勢で丁寧に字を書いていきましょう。では今から「い」を書きます。字を書くときはマスを4つの部屋に分けて、この4つの部屋を意識するときれいに書けます。1、2、3、4、この4つの部屋を意識して字を書いていきましょう。では、いいです。1の部屋から3の部屋に向かって書いていきます。羽に気をつけましょう。1画目です。2画目、2の部屋から4の部屋に向かって書きます。最後、止めに気をつけましょう。では、みんなも空に書いてみましょう。いきます。3、はい。1、2、
さあ、もう一回書いてみますよ。いきます。3、はい。1、2。さあ、最後もう一回書いてみましょう。いきます。3、はい。1、2。さあ、書き方を覚えましたか？では、教科書をなぞってみましょう。動画を止めてやってみましょう。では、次は、ちです。まず一画目、1の部屋から2の部屋に向かって書いていきます。止めに気をつけましょう。2画目です。1の部屋から3の部屋に向かって書きます。4の部屋に向かっていきます。最後、払いに気をつけましょう。ではもう一回、また空に書いてみます。いきます。1回目、3、はい。1、2、さあ、書けましたか？もう一回書いてみましょう。いきます。3、はい。1、2、できたかな？最後、もう一回書いてみましょう。いきます。3、はい。1、2、上手にできましたか？では、教科書に書いてみましょう。動画を止めてやってみましょう。さあ、次は根です。1画目は1と3の部屋に書きます。マスの真ん中よりも左側に最初に1画目が来ます。最初の書く位置に気をつけましょう。いきます。1、2画目がたくさん、書き字書くことが難しいです。ゆっくりやっていきましょう。1の部屋からいきます。3の部屋に向かいます。ここでぐっと曲がって2の部屋に行きます。そこから4の部屋に降りていきます。4の部屋でぐるっと回ります。最後にしっかり止めましょう。ではまた空に3回書いてみます。いきます。3、はい。1、2、もう一回書いてみましょう。いきます。3、はい。1、2、ではもう一回です。いきます。3、はい。1、2、できましたか？では動画を止めて教科書にやってみましょう。
さあ、いよいよんです。さあ、これも丁寧に書けるように頑張りましょう。今度は1と2の部屋の真ん中あたりから書いていきます。3の部屋に向かって斜めに書いていきます。ここからまた斜め上に上がっていきます。上がって今度は下に折れて4の部屋に入ってシュッと払いましょう。ではまた空に書いてみます。いきましょう。3、はい、1、もう一回いきます。3、はい、1。では最後もう一回書いてみます。3、はい、1。では教科書にやってみましょう。動画を止めてやってみましょう。1年、とっても丁寧に書くことができましたね。今度は自分の名前も教科書に書いてみましょう。わからない人はお家の人に聞きながら一緒にやってみましょう。では動画を止めて自分の名前書いてみましょう。丁寧に自分の名前が書けましたね。とってもすごいなと思います。ではもっともっと練習したいよっていう子は違う紙にもぜひ書いてみましょう。書いた紙の裏に自分の好きなものの絵を描いたりしても面白いですね。できる子はぜひたくさんたくさん自分の名前丁寧に書いてみましょう。今日は丁寧に1年と書いたり自分の名前を書いたりすることができました。これからも自分の名前丁寧に書いていきましょう。ではこれで授業を終わります。